2023年、5月10日、5月11日、佐藤周一ライブでございます。先ほどですね、午前4時、16分に、関東地方で強い地震がありまして、またちょっと怪我をされている方もね、出ているようなので、本当にね、また、震度5強ということでね、子供の日のね、北陸、石川県でのね、大地震に続きまして、北陸でもね、関東でも地震ということでね、本当にね、お気をつけね、いただければというふうにね、思う次第で、ございます。もうほんまね、それでね、まあコロナね、5類ね、今週から移行しておりますけれどもね、まあ、やっぱコロナのね、やっぱり、一つのね、異物としてね、ロコモティブ症候群、これがね、あると思います。まあ、要はね、何かっていうと、まあ、運動器のね、障害ですよね。まあ、歩行困難のね、まあ、要介護のね、リスクが高まる状況で、まあ、運動機能不全ですよね。全体にね、まあ、体が動かねえって、いうところですよね。やっぱりね、衰えてね、体が動かなくなってね、っていうところある。まあ、例えばね、カラオケに来なかったお年寄り、コロナ自粛で、ね、本当に衰えがね、急速になってるっていうことをね、まあ、カラオケ店のね、店主の方からね、伺っております。それからね、50から60代ぐらいの方、まあ、コロナ自粛でね、まあ、一挙にね、衰えたっていう方がね、やっぱり、多くね、おられます。まあ、いろいろね、特に、まあ女性の方なんかよくね、ね、出てきてね、いろいろね、女子、ね、喋られるっていう方ね、多いですよね、女性の方は特にね。で、そういうのがね、なくなっちゃってね、一気に衰えたって方は特にね、女性の方でね、多いね、状況ありますよね。それからまあね、コロナ自粛に加えてね、過度なね、IT、AI 依存、栄養の偏り、そういうことでね、子供でもね、またね、いきなり転ぶれっていうのがね、やっぱり起きていると、小学校ね、5年生、本当にね、一番元気な時期のね、お子さんがね、いきなりね、足がもつれてね、転ぶってこともね、信じられない事例もね、これ起きているわけでね、なんというかね、まあそういう、いうことでね、やっぱりね、なんか右の足のかかとね、ね、左足が引っかかり、後ろに転ぶとかね。まあ意味がね、本当に、ね、普通であればね、意味がわからないね、状況がね、起きているということもあるね。本当にね、ね、もう、深刻にね、問題です、本当に。やっぱり介護費、医療費、やっぱり非常にあれになってくるということですね。まあで医者行って治るってものではないんですよね、これね、やっぱりね。医者に行ってね、薬もらったから治るとかそういう話じゃなくてね、ある程度やっぱり普段からね、衰えを防いでいくということがね、これ大事なね、話でね、昔のね、やっぱり、まあ、もう子供はこけるもんなんですよ。それはね、ね、子供同士でぶつかったりとかね、よく見ないね、両手ポケットにいたままね、転ぶとかね、まあそういうことは昔からね、あったけどね、わけのわからない理由で転ぶってことはね、起きるっていうのはやっぱりね、非常に心配な状況ですよね。やっぱりコロナの後からね、やっぱり非常に体力がね、落ちてる人がね、多くなると。通常はやっぱり、ね、30代以上でね、リスクがあるものはこういうことになってるっていうのはね、やっぱり大事ですからね。まあ、対策としてはね、やっぱり、まあ、運動ですよね。運動がね、やっぱりね、そういうところなんだろうなと。まあ、いろんなね、運動をね、対策各地でね、やってますね。子供ロコモのね、予防のための運動っていうのもやってるようですけどもね。まあ別に子供だけじゃなくてね、まあ大人もね、やっぱこういうのはね、必要なね、ところだというふうに思います。まあちょっとね、コロナね、自粛解除というところであってもやっぱり、今度はこういう問題も起きてるというところ。しかもね、ただでさえもね、IT とか AI にね、依存してね、もう人間の肉体自体がね、やっぱり衰えてくるっていう問題っていうのはまあ、文明の必然なんかもしれんけどね、やっぱりそこら辺ね、対策っていうのは、ますますね、
重要なのかなと、思います。それではね、皆さん、ありがとうございました。またね、週末ね、サミットに関してのね、また、おしゃべり会、佐藤修一にね、ガツンとね、広島の政治ガツンと物申す、こちらの方でね、お会いをね、明日ね、また、お会いできればな、ということをね、思いまして、私ね、佐藤修一のね、お話を終わらせていただきます。ありがとうございます。朝早い時間帯、ありがとうございました。